こんにちは、かなです。今回の動画はですね、ニューヨークのコリアタウンを一人でプラプラしました。イエーイで、今コロナの影響でニューヨークは店内で飲食ができないので、こういう感じでテントを外に張って毎日なんか屋台みたいな感じになってます。はい、動画スターティン。お店にやってきました。本当に暑いから髪の毛をまとめる。本当に汗が出る。何を食べようか今迷ってるんですけど、どうしよう。韓国料理だとスンドゥブが好きなんですけど、今日スンドゥブ食べるの暑いなと思って、ちょうどどうしよう。でも冷麺はお家で最近食べたので悩みますねどうしよう。結局冷麺にしたんですけど、頼んだので待ちたいと思います。おかずがこんな感じでまず来ました。キムチと揚げですね。またキュウリとキャベツかな、違うな、なんだろう、わかんない。ブロッコリー、豆、わなんかめっちゃカラフルな豆じゃあいただきたいと思います。キュウリから、キュウリ大好き。ちょっとこのカラフルな豆を食べてみようと思います。いろんな豆が混ざってるんだと思うんだけど、初めて見た。美味しい。豆大好きだから美味しいんだけど、なんだろう、マヨネーズかな。このミックスベジタルは絶対アメリカのやつだと思う。はい、ということで冷麺が来ました。ちょっと緑っぽい、めっちゃ冷たい、びっくりした。アイスクリームみたいに冷たいんだけど、外も出ないし、しかも暑いのも好きじゃないから、本当に外出るのが今嫌で、人もいっぱいいるし、マスクも絶対だし、もうそういうのもめんどくさいしってなって、あんま外出ないから、まあそりゃ太るんだけど、それで、ね、太ってから炭水化物をこんぐらい、1日1回こんぐらい玄米を食べるぐらいしか食べてないんですよ。だからこういう風に久しぶりに麺とか食べるとすごいお腹いっぱいになる。もう本当に本当にお腹いっぱいだったので、冷麺は詰めてもらいました。あとちょっとキムチが残ってるので食べようと思います。この2つでございます。これはね、なんか2016年のビューティーアワードじゃなくて、韓国ではオワードなんですね。オワードスキントーナートノ部門、部門っていうのかな、部門の1位で、ね、なんか2016年と2018年は見つかったんだけど、2019年と2017年はなかった。なんかすごいアットコスメみたいな感じの色をしてて、ちょっと気になって、でテスターも試してみたんですけど、すごい良くて、トロットロの化粧水なんですよ。私ちょっととろみがある方が保湿力高い方が好きなので、ちょっと使ってみようかなと思って買ってみました。はい、こんな感じです。はい、でこちらはずっと欲しかったマヨマスカラを ついに購入しました。エチュードハウスのものですね。はい、こんな感じです。あれから 2,3 時間ぐらいずっと歩きっぱなしで疲れたので、ちょっとカフェに休憩に行こうかなって思います。え、見て、やばいめっちゃ重いもん、痛い腕が
バナナのスムージーにしました。これ最高だわ、やばい、めっちゃ美味しい、にやけてしまう。このイヌスフリーのこの一つ前の動画で紹介したリップを使ってるんですけど、これめっちゃ好きです。私さっきは冷麺食べきれなかったのにこれは飲みきれそうめっちゃ美味しい。そう、さっき事件が起きたんですよ。ご飯食べた後に H&M に行ったんですよ。 H&M がすぐそこで、さっき食べたご飯がこの通りのちょっと先なんですけど、で H&M で結構時間かかって、もう全然決まらなくて、いつもなんだけど YouTube なんで一生決まらなくて悩んで、会計終わって外出たらイヤホンないことに気がついて、あれと思って、えどこ行ったと思ったんですよ。でここにかけてて、なんかデニムのジャケットを羽織ったりとかしたから、その時になんか取れちゃったのか、まあ、どうしようどうしようって、これしかもパパに買ってもらったんですよ。だからなんか申し訳ないじゃないですか買ってもらったやつだし、なんかしたくなかったから絶対、しかも音楽めっちゃ聴くから大事なの。すっごい焦って、あもう終わったどうしようと思って、さっきご飯食べに行ったところに行ったらあって、もう本当に良かったと思って。普通になんか洋食屋とかだったら絶対なかった。もうニューヨークでなくし物なんて絶対にしちゃダメだから、本当に焦って終わったと思って、本当にあってよかった。しかも食べ終わった後に机確認したのに忘れるっていう、気をつけようと思います。皆さんも気をつけてください。はい、ということで今の時間が5時、5時2分なんですけど、じゃん、飲み切りました。もうないめっちゃ美味しかったです。でもうちょいしたらね、多分この辺ねライトアップされてめっちゃ綺麗だと思うんですよ。毎日お祭りみたいな、パーリーみたいな感じになるんだと思うんだけど、ちょっともう本当に疲れたので今日はもう帰りたいと思います。別に一人でねパーティーしてもあれなので今日の動画はこんな感じです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。